リカルド・サモーラ・マルティネスは、スペイン・バルセロナ出身のサッカー選手。ポジションは GK。レフ野心だと並び、サッカーの歴史上最高と言われる GK の一人である。愛称は LDB の、スペインの年間最優秀ゴールキーパー賞は、彼の名前が完成られ、サモラ賞と呼ばれている。引退後は指導者として、 フルスエスパニョールのほかアトレティコアビアシオンやスペイン代表など多くのチームを率いた。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で79位に選出された。アマチュア時代はもともと FW の選手であったが、ウニベルシタリオから提示されたプロ契約は GK としてのものだった。しかしサモラはこれを承諾し、GK として、 プロキャリアをスタートさせる。ウニベルシタリオで評価を上げたサモラは、地元のエスパニョールへ移籍し、カタルーニャ州リーグ優勝を経験する。また10代にして、スペイン代表に選出される。1919年に、同じカタルーニャを本拠地とする FC バルセロナに移籍した。ジャック・グリーンウェルが率いた、当時のバルセロナは、 ジョゼップ・サミティエールやパウリーのアルカンタララ往年の名手も所属しており、1919 19から20シーズンからカタルーニャ州リーグ3連覇を果たした。エスパニョールでプレーするサモラ1922年にエスパニョールへ戻ると1929年にリーガ・エスパニョーラが始まり、2月2日にリーガデビューした。当時のエスパニョールはバルセロナ時代と同じくグリーンウェルが率い。 サモラはリーガの初代最小支店キーパーとなった。1930年にレアルマドリードへ移籍。カタルーニャ州からマドリードへの移籍とあって、スペインでは大きな騒ぎとなり、カタルーニャのマスコミからは裏切り者扱いを受けた。ジャシント・キンコセスやシリア・コエラスティラも加わり、1931から32シーズンにはクラブ初のリーグ優勝に貢献した。翌シーズンは、 バルセロナ時代のチームメイトであったサミティエールとも再びプレーしてリーガ連覇を果たし2シーズン連続で失点率を1未満に抑えて最小失点キーパーに選ばれた。スペイン内戦の拡大によって1937年にフランスのオブック・ニースに移籍。翌年引退している。1920年、ピチーチラと共にスペイン代表としてアントワープオリンピックに参加。 銀メダルを獲得した。また、イタリア W 杯でもプレーした。スペイン代表として、合計46試合に出場した。また、カタルーニャ代表としても13試合に出場し、パウリーノ・アルカンタララとプレーした。ありがとうございます。